博士、こんばんはい、こは。んばんは、ちゃちゃん。それでは早速本日のゲストをご紹介します。こんちは、こんちゃん、お昼ですよ、でおなじみの近藤光文さんです。よろしくお願いしありがまとうございます。68歳になりました、近藤でございます。ね、おめでとうございます。いや、別に拍手はいらない。本当にもう65を過ぎてから誕生日嬉しくない？65まで嬉しかったの。嬉しかった。すごいな。なんかお誕生日って言わない、なんか浮かれてたけど、考えてみたら68で、あと2回したら僕70ですよ。うん、ね。ね。うん、70なんて僕らの年代から言えば70なんてね、もう本当に僕らの子供の感覚で言えばもうクソジジイだったですからね。でも昔は70歳って本当におじいちゃんでしたよね。そうで、今僕のところの、ね、おじいちゃんはね、また60ちょっとの時に交通事故で亡くなったんですよね。だからそのなんかあんまりそのなんか70の人と思ってなかったけど、だけどおじいちゃんとこへしょっちゅう来るその太田さんっていうおじいちゃんおって、太田のじいはクソじじいじゃとか言うて聞いてたのが、そういう時確かね70いってなかった、68やったと思うんですよ。でそれでもね、僕の印象で見たらもうこの顎ひ白い真っ白な顎ひが生えてね、でこう口ひげも白くて、頭もう薄くなってて、でも白髪でっていうね、そんな感じだったから、あの頃のだから70っていうのと今の70は違いますもんね。いや本当全然違うんだよね。ねえ、うん、だ定年ももっと伸ばしてもいいんちゃうかなと思って。いやほんまそうですよ、ね、65なんて若いでしょみんな。そうなんだから、今僕はほんまになんか70歳定年でも決しておかしくないと思うし、でやっぱそういうふうにした方が日本の労働人口をもうちょっと増やした方がいいと思うんですね。でもうちょっとだからそういう人たちにも行き渡るような給料で雇ってあげればいいのにと思うんですよね。で今はなんていうか会社がやっぱり内部留保をちょっと考えすぎですよね。で確かに何かあったら危ないっていうのがあって、大会社でもいつひっくり返るかわからんとかね、だからそのシャープやパナソニックやソニーやっていうようなね、ほんだまさかっていうようなところが危なかったりとかするでしょ。で何年かぶりかの黒字ですとか、ほんなん今までどうなっててんと思うんですが、でもそういうその何万人っていう従業員のいるところでもいつどうなるかわからないっていう、今のだからその内部留保っていうのは分からないでもないけども、やっぱりもうちょっとやっぱ吐き出してもいいですよね。もう、うん、あとね、不思議なのがね、定年になってから再雇用を派遣とかでするじゃないですか、はい、普通雇用派遣をね雇うとしばらく経つと正社員しなきゃいけないでしょ、はいはい、あれね、60歳で定年になった人雇っても正社員しなきゃいけないの。え、そうなんですか。そう、法律そういうふうになってるの。だから雇えない、長いこと。やっぱり役人がおかしいんですよ。そう、おかしいでしょ、不思議でしょうがないですよ。日本はね、やっぱり役人がね、役人の頭を僕ねちょっとね、中開けて見てみたいなと思ってお前ら東大の法学部やとかね、なんや言ってそのなんか頭ええはずやのに、ほんまは頭悪いやろというね、なんでそんなことになったかわかんないよね。そうなんですよ、なんかね融通が効かないというか、権益主義というか、権威主義というか、自分たちが持ってる権威とか権利とか利権みたいなものについて、そのものすごくプライドを持ってて、でそれを譲らないんですよね、だからそれに基づいて次へ行こうとするから、どうしてもその本当の改革っていうのはできない。でもし本来の改革をしたいとか、この国自体を変えようと思えば、役人の頭をまず改革して、で役人自体がもうちょっと違うその考え方になれるように教育をし直さないといけないなと思いますね。僕はもう30年ほど若かったらね、まあ一つ政界に打って出てですね、まだ間に合うじゃないですか。いやいや、もういいです。でも思うと、でも70を過ぎて、今のですよ、今の70歳の人を見てて、70過ぎて5年経って75になった時に、
なんか本当に、あ、年取りはったなと思うようになりましたね。あ、で僕いつも言ってるのは、うんうん、あの5年主義って言ってね、でもう50だったら55になった時に、うんうんうん、50っていうものは困難だっていうのを自覚するような体力の衰えとか能力の衰えを感じる、うんうん、で60は65なん、うん、で70はやっぱり75になった、うん、で75になると外見もやっぱりちょっと老人風になっていくというね、うん、あれがあるなというふうに思いますかね、うん、確かにね。なんか70までは本当皆さん若いけど、やっぱ75かなんかですかね、今か昔より10歳ぐらいこうなってから、うん、年伸びという感じしますよね。そうそう、だから昔の65と今の75が同じぐらいかなという感じですね、うん、だから老人の定義は65じゃないですか。そうそう、であれを75にした方がいいんじゃないかっていうのがあって、そうそう、うん、そうするとまあ、ね、必ず言うとね、年金安くする策謀だとか言うんだけどでも実際上75かな、ね、今の老人でもいいと思うんだけどね。あのね、年金って良し悪しですよ、うん、その年金を頼りにっていうふうになると、うん、なんかみんななんか力が抜けるというか、うん、やけくそになるというか、うん、なんか甘えるというか、うん、なんかそんなのが出てきてるような気がしますね、うん、だからね、もらってもいいけど、そのもらわないでしばらく頑張ってるとね、もっとこうね、あのたくさんもらえると、そうそう、ね、だからその今でもあるんですよね、うん、あの60歳から受ける人と、うん、65歳から老齢年金もらう人と、うん、それから70歳からもらう人と、うん、あの今金額違うんですよ。で僕まだ我慢してるんです。あ、そうなんだ、70を楽しみしてるんですがただね、それまでにね、うんうん、なんか年金改革がどうのこうの言うてね、うんうん、元の金が減るっていうなんて、それはあかんやろ、うんうん、そう、お前待たしといて、それはないやろ、うん、そうそう、確かに待たすんやったら増やせよというのがあるんでね、うん、ここのところはちょっともう68歳記念でもらおうかなとかね、うん、そんな風にも思って。だってあの税理士さんなんかの話聞いたら、早もろたかんと損ですよと、うん、言ってる税理士が僕と同い年ですからね、うん、で僕はもう65歳からもらってますからとかって言わはるから、うん、あ、やっぱり税理士が言われたらそうかなとね。確か減るとね、減らないんだったらね、置いといた方が得する気するけど、もらう分減りますとか ね、であれはだから年金ってあの早く死んだらもうもらえないんでしょ、うん、ね、意味ないんでしょ。あれも不公平な気がするな。墓持ってこいっちゅうねそれね、うん、そんまに ね、残金これだけございますとか、そうそう、それをだってみんなそのなんていうか余り金をなんか集めて適当にみんな理屈つけて使うわけですから、うんうんうん、あ、そういう意味ではごっついそのこの国に貸しを残して俺は死ぬんだなと思うから悔しいから死なないんですけどねでもなんかやっぱりそこのところをみんなが納得するようになんかしてほしいなと思いますよね。うん、ね、なんかできそうな気するんですけどね。あ、なんなんでしょうね。うん、わかんなんでしょうね。それで普通に考えたらね、うん、庶民感情にそういえばいいと思うんだけど。そう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 。うん、だからね、そのなんかすぐにその医療費がどうのこうのって言うけれども、うん、そんなにね、なんか僕ら医療のお世話になってるっていう気もあんまりしないですし、うん、まあなってる人はなってるのかもわからへんけれども、うん、だけどもその医療費だってもっとシビアにちゃんと本当に必要な人に必要なだけその医療補助を出すっていう制度をちゃんと考えてやっていけばもっと節約できると思う、うんうん、であの受け取る人はもっと充足したあの満足できるような医療補助を受けられるはずなんですね、うんうん、だからそういうのができてないっていうのはやっぱりこの国のやっぱり医療の欠陥っていうよりもあの役人の欠陥ですね、うん、あのまあ嫌がる人もいるけどね、今度マイナンバーになるじゃないですか、うん、でマイナンバーになってくるともっとなんていうかその無駄は減るんですけどね。そう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 、うん、今正直ねあの他で薬もらっても分かんないし、そうそうそう、うん、そういう意味じゃやっぱり番号持ってないというところはね弱め弱めですね。マイナンバーは僕は悪いことじゃないと思うんですよ、うん、みんなが悪いことしようと思うからマイナンバー嫌やとか、そうプライバシーがどうのこうのって理屈はつけるけれども、うん、で別にその悪いことしてないんだったら別にね、うん、プライバシーがどうであれ、うん、それを毎日新聞に載せるわけじゃないんだから、うん、
あいつはあそこでパチンコしよったとかね、博打でなんぼするよったとかって、そんなの乗るわけじゃないんだけど、だからそれは構わないです。それよりもそのマイナンバーをちゃんと運営をしていくシステムがちゃんとできれば、これでもっと日本は変わるはずなのにって思いますがね。ただ今の世の中その悪いやつがおるから、ほんまにそのね、人の番号を使ってね、なんやもうその年金を引き出ししてて、見たら自分はもらわれへんなってたとかね、そんなことも起こったりするに違うかなとは思ったりしますがね。だからまあどうやって運用するか難しいでしょうけどね。まあ、やっぱりでもみんなね、こういろんなところでね、こうお金をごまかしてる人もいるから、そういう人はやっぱりね、やっぱね、いろんな意見あるんだ。あれはね、あの反対してるやつまず疑わなあかんの、お前悪いことしてんちゃうかって、僕はね、僕ひがみ根性ですから、僕らはそんな金ないし、そんなその人のことをどうこうっていうようなあれもないですけど、でもあのなんか妙にあそこにプライバシーとか、あのなんかどの頃って理屈つける人を見てると、なんかおかしいなっていう気がねするんですよ、でしませんでも。そうだってサラリーマンは結局ね、マイナンバーみたいなもんでしょ。そうそう、会社が全部管理して、全部出したんでね。もう22歳の大学卒業してからあとずっともう丸々捕獲されてるわけでしょ。捕獲されてる。もう1円たりともそのね、そうそうそう、落とすことなくみんな国に取られてるわけでしょ、だからそのマイナンバーでぐちゃぐちゃっていうような人はそういう人たちじゃないんですよ。なんか会社経営してるとか、なんか商売してるとか、で株でどうのとか、IT でどうのとかっていう人が多いわけでしょ。払え。そういう人がちゃんと払ってくれたら、もっとあの税金安く済むっていう思うんですよね。いかんのかな、ね、でも多分増えるでしょうね、税収はね。そうそうそう、おそらくね。あのね、なんじゃ言うてもやっぱりそこやと思いますよ。一番税金増やそうと思ったらそこだと思いますよ。だからやっぱり国がやっぱもうちょっと真剣に、あのそういうことを考えないといけない。だから政治家だってそういうところから献金もらってるから、そこを突っ込めないっていうところあるでしょ。だからその辺のところですよね。だから強み弱みの問題なんだろうけど、でもそれは公平じゃないと思う。確かにね、もっと貧乏人の意見をちゃんと組み上げようと思うんですよ。私なんか、あの自慢じゃないですかね、あの本当に、78までローンが残ってますから、まだあと10年頑張らないと。やめへんぞ。もう全然大丈夫な気がするな。でも僕らはだからそのずっと生きてきて、その社会を見てきてて思うのは、国がその経済的にうまくいってない時には、あのなんていうか、むごい犯罪が多い。ああ確かにね。殺人事件とかね、ああいうのがこう増えるんですよね、あれ不思議に。でその原因をこうやっていくと、とにかく誰でもよかったからとか、ちょっとした金が欲しかったから、だって人殺してね、2万円しか取ってないとかね、1万5千円持ってるやつ奪ったから、人で追いかけてきたから殺したとか、そんなバカなこと、これが別に1500万やからええとかって言うんじゃないですけど、ただでもその人の命をその なんというそのビビたる金でね、人の命を奪うんだっていう、それからそのなんか親子の間でもこうね、トゲトゲしてたり、子供をいじめたりとかね、で子供が親を殺したりとか、そういうのもみんななんかやっぱりお金が少なくなるとなんか気が荒くなるというか、なんか閉塞感なんでしょうね。なんかイライラするんですね。なんかイライラするよね。まあ仕事があるないもあるんでしょうけどね。いやまあそれもあると思う。この頃ね、あの捕まるやつがみんな無職なんとかとか言ってね、でみんな47とか50とかそんなんでしょ。なんかああいう世の中は決していい世の中じゃないというふうに私は思いますよね。閉める時間が来てしまいました。もう閉めるんですか。もう閉めちゃうんですよ。ですか。そうなんですよ。残念やな。もうね、また呼んでください。あ、ぜひぜひ。またあの好きなこと言いに行きますから、ね。まさか来週じゃないですよね。もういいですよ。もうこれだって3週間来てるじゃないですか。
会社間違えますからね。ありがとうございます。今のところね、最高記録なんです。ああ、そうですか。過去に参集されたのはね、安倍元総理ぐらいで。あ、安倍ちゃんと。とね、ああ、そうですか。もう今、安倍総理ですけどね。辞められた後、一回ね、3週間来てもらいました。ああ、そうですか。またしんちゃん電話して言うときますわ。はい、そうしよう。お前と同じ記録、俺は持ってるって言うときます、ね。ちょっと越されるとまずいんで、この辺で。でもありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。